こんばんは、ヒューヤです。ドラゴンクエスト11の続きをやっていきましょう。これ上なんか、あ、なんかあるっぽいな。メダパニ、メダパニ使うか。まあメダパニの有効な使い方をちょっと知りたい感じですけど、混乱させ、まあ混乱させてもいいか。ヘイシリー、タイマーセットして。20分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい。ん、これあれじゃない、防寒で撃ってたじゃない。撃ったけど何も起こんないけど、なんかあれかな、前言ってたなんかのあれかな、なんだっけ。なんかあったじゃん、防寒なんとか、大会かなんかあんのかな、あれ受けないとダメなのかな。ヘイシリー、ボーガンについて教えて。私にはその操作はできません。ご了承ください。ヘイシリー、ボーガンについて教えて。残念ですが私には理解できません。嘘。ヘイシリー、石弓について教えて。石、ヘイシリー、ヘイシリー、ヘイシリー、ボーガンについて教えて。すみません、私には理解できませんでした。マジか。ついには故障とかするけど。おお、ヘイシリー、キノコについて教えて。キノコとは菌類のうちで比較的大型の個実体を形成するもの、あるいはその個実体そのものをいう俗称で、厳密な定義があるわけではないが、植物は明確に異なる。ここでは大松氏に明確な基準があるわけではないが、一般でその存在感をはっきり確認できる程度の大きさのものをキノコと呼ばないが多い。もっとお聞きになりたいですか？よし。食用にも恐れるが毒性を持ちさでも、個人的にはキノコと分析できる。日本では数千種類のキノコが生育していると言われ、そのうちの約1、3、3800種が本当に多いから700種が食用とされよく、100種が毒キノコだと言われている。あれだよね、食べる食用に対して毒キノコ結構少ないんだからね。なんかイメージ毒キノコの方が多い気がするんじゃん。そんなことない？結構意外なんですけど。ヘイシリー、
スズメバチについて教えて。スズメバチはハチメスズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ赤に属するものの総称である。スズメバチ赤はハチの中でも比較的大型のタネが多く、性質はおおむね攻撃性が高い。もっとお聞きになりたいですか？ Yes。スズメバチは狩りバチの仲間から進化したと見られており、ドロバチやシナガバチと共にスズメバチ科に属する。そのスズメバチ科はアリ科、ミツバチ科と同じハチ目に含まれている。なお昔の分類ではスズメバチ上科の下に花ドロバチ科、ドロバチ科、スズメバチ科を置くことも多く、この3科の中ではスズメバチ科のみが社会生活を行い、接続で問題が起きています。しばらくしてからもう一度やり直してください。問題起きてんの？まあ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 。夕方から雨が降る。あった。一応ジャンプはあるんだ。なんかジャンプをしてもそんなにこの高くいかない気がするんだけど、まあ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 。あれだよね、なんだろう、この分類とかってさ、あくまでもこう人がこう勝手にというか決めた分類じゃん。そのあれもさ、こうどんどん、お、なんだ、勝手なこと持ってんの？ちょっと盾ことってさ、買うものじゃないのかな。スキル覚えたら勝手に使うのかな。そして すごいゲームじゃん。 HP はともかく MP 回復してくるのってすごい超強いと思うんだけど、ちょっとこれマドハンドいくら出てきても別に負ける気しないよ。ただこの連携スキル使うのに結構もしかして MP 減った？まあいいか。さて、ガーハルーネの町に着いたところで、なんであんなすごいでかいもんが魔物の侵入を防ぐのかな。
おお。余計な詮索は野暮ってものよ。船ちゃん。町の南西にあるドックの中では。なになになに。西側、ああそっちね。それもいいんだけど、どこかにどこかにケーキ屋さんに手紙を渡さないといけないんですけど。あ、それ自分です。革のドレス、レザーマント。うさ耳バンドつけるかな。まあ、ウサミバンドつけても見た目変わんなかったからね。別に、それ目当てだとあんまりって感じだろうけど。どこ？戦歴かな？クエストリストの、これは、明日への手紙。あれどっちだっけ、東じゃなかったっけ。ケーキ屋さん。ケーキ屋さんじゃない。あ、クラーケンのこと？はい。本を海の男のところへ。ほう。何？海の男コンテスト、これアルフラグ？この人さ、海のとこのダーリンから聞いたんだけど、この人服が仮面ライダーダブルだよね。まあ緑と黒だともう大体仮面ライダーダブルに見えちゃうんだけど。え、ラット君、さっき覗いた子かな。まずケーキ屋さん。待って、子供の名前がいっぱい出てきて覚えきれないんだけど。お、なんかウイスキーの瓶がいっぱい。なんか、あんまり意識してないあるのかもしれないけど、ウイスキーのラベルがさ、すごいなんか今風だったけど、印刷技術ちゃんとしてんのかな。あんまりそういうことは考えないで作ったのかな。まあ、どっちでもいいですけど。どっちから登って、こっちから登って渡ってくるの？逆？
このこっちの屋根に登れるの？待って待って、まだまだ続いてる。お？おお、まあとりあえずしばらくこのまま。いつかやられてこうお金がなくなりそうな気がするけど。お、へえ。なんだろう、なんかのイベントのフラグかな。あ、え、壺しかないけど。いや、大したもんなかったけど。ああ、そうですか。初めてです。ヘイシリー、港について教えて。こちらが港区です。いや、まあいいけどさ。お、へえ。職人のベルト、あとでね。次は勝ってる。まあね、マップになんか悪夢表示ついてるからね。ヘイシリー、港町について教えて。本項目においては、港湾都市の全般的な概念について解説する日本の港湾都市港町については、日本の港町の項目を参照のこと。港湾都市、港湾都市、とは都市の一形態で、海岸、湖岸、または河口河川の河岸において、港湾を中心に発展した都市。続けますか？Yes。港町とも呼ばれる古代に繁栄した都市の多くが河川や海沿いにあったことからも、水域と文明の関係は極めて重要であることがわかる。古代世界では多くの場合、陸上交通より水上交通の方が移動速度が速く大量輸送が可能であった。そのため海や河川、湖に面した船舶の停泊に適した陸地に人々が集中し、内陸方面と水上方面とを結ぶ貿易市場として発達した。そうした集落は都市へと成長して、港湾都市と呼ばれるようになった。港湾都
市の形成されることが多い場所には、入り江や河口付近、岬付近などが挙げられる。港の周辺の水域で海産物を捕獲することができれば、港は漁港としての役割を果たした。接続で問題が起きています。少し経ってからもう一度やり直してください。そこまで読んでからさ、接続に問題が起きたってどういうことかな。そこまではいけたけど、そこからは B ってこと？ヘイシリー、タイマーの残りは？タイマーは現在動作中で5秒になっています。5秒ヘイシリー、タイマー止めて。タイマーは20分で止まっています。結局まあいっか。ありがたいことだね。どうしよっかな。じゃあまあケーキ屋さん見つかんないけど、頑張れば見つかるかな。ケーキ屋さんっぽいのいる？その顔よ。でも露店ってケーキ屋さんって感じじゃないもんね。開かない。どうすかな。ドックの方にいるのかな。この船って何？あ、乗れるんだ。うん、今自由に使っていいの？で、釣りアクティビティやるのかな。まあおしゃれな船だけどね。まあ、こっちがドックなはず。あれ？ちょっと待って、どうやってドック行くのこれ。え、どうしてドック行くの？ここか。ここか。あ。え、シルビアさん。これ？これっぽいな。ちょっとその前に、この辺に多分。ケーキ屋さんないない。ケーキ屋さんない。あ、そうですか。で、ケーキ屋さんどこにあるの？ここじゃないのかな。ヘイシリー、ケーキについて教えて。ケーキは洋菓子の一種。日本語で一重にケーキというと、一般にはスポンジケーキにクリームを塗り果物を乗せたものを指すが、後期ではチーズケーキやホットケーキなどクリームも果物も乗せないものや、クッキーを砕いた土台の上にクリームチーズの生地を敷き、冷やして固めたレアチーズケーキなど様々な種類を指すこともある。もっと飲みますか？まだいいや。
申し訳ありません。精一杯のスピードで頑張っているんです。いや、スピードは別に大丈夫だから。海の男コンテスト。乙女心をくすぐる響き。出る顔じゃないの？波のように、波のように荒々しく、風のように爽やか、空のように爽やかで、海のように深みを持つ。なんで俺間違えたんだ？その三拍子が揃った男を決めるのです。決めるものです。美しい肉体美を誇るたくましい男や潮風を似合う美男子が続々とこの町に集まってくるんですよ。美しい肉体美を誇ったら爽やかじゃないだろう。三拍子揃わなきゃダメでしょ。ね、どこにいたかスイーツあんの。そのスイーツが俺あ、スイーツ食べたそう。マジか、当たってしまった。まあ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 、手紙届けたよ。一人男だよ。なるほど。で、ほうほう、町長の家。違くてさ、違くてスイーツよ。あ、ちょっと待って、ケーキ屋さん。ケーキ屋さんはいたけど妹っぽくない。参ったな。え、あそこに会場らしいものが見えるんですけど、準備万端じゃん。あ、妹でしょ。違った。高っ。ああ、お金がないんですよ。ケーキ屋さんの妹さんはどこ。まあ一回セーブして一回終わりにしようかな。うわー、ケーキ売ってなそう。そしてケーキ屋台で売ってるのね。何これ。あ、あそこっぽくない。あそこっぽい、あそこっぽい。ちょっとどうやって行くの。あそこ、この下から。あれ、ちょっと待って、こうでしょ、こうでしょ。
ここに、ここ、ここ通れない。そしてもっと近道があった。え、すっごい近道があった。しかもそっか、あそこの鍵開けなきゃダメか。そういうことか。なるほど。あれ、はい、え、ケーキ屋さんじゃなかったの。あいつから解放されてって。書くのを待った。はあはあはあ、まさか往復とは思わなかった。あ、やめたんだ。あー、なんとも。なんかちょっぴり切ないというか、塩辛いというか。じゃあセーブして終わりにしようかな。はい、それでは今回ここまでしましょう。ご視聴ありがとうございました。ひうえでした。バイバイ。